奈良健康ランド、湯沢健康ランド、足利健康ランド、実りの湯外観健康ランドとは、ジャグジーバス、薬湯、歌声せ湯、サウナなどの多種の浴槽、マッサージコーナー、休憩室、カラオケ、ゲームコーナー、食堂などを有する、日本の大規模な公衆浴場、健康センター、クアハウス、スパとも呼ばれる。各都道府県の公衆浴場条例のうち、 その他の公衆浴場に該当する入浴施設であり、公衆サウナに近い性格を持っている。いわゆる銭湯、風呂屋と異なり、タオルや石鹸、シャンプー、カミソリなどの入浴道具が一通り揃い、館内用のガウンが貸し出される。このため、手ぶらでも支障なく利用できる。物価統制霊の対象外であり、利用料金は大人一人1000から2500円程度と、 通常の銭湯より高額である。2から6時間程度の時間料金制を取る施設も多い。施設によっては温泉を引き寄しているところもある。24時間営業している施設では大部屋の仮眠室を宿泊施設の代わりに利用されることがある。この場合、名目上は宿泊ではなく休憩中の仮眠という扱いとなっている。近年では、 スーパー銭湯との差別化を図るためビジネスホテル並みの宿泊用客室を備えた健康ランドも出現している。銭湯や温泉旅館類とは異なる娯楽性を伴った大規模入浴施設は1955年に登場した船橋ヘルスセンターがその走りで当時は往々にしてヘルスセンターと呼ばれることが一般的だった。大衆演劇の公演を行うなど 中高年層の利用を主眼に置いていた傾向もあった。しかし、1980年代以降従来のヘルスセンターから変出した公衆サウナに近い性格を合わせ持つ施設が出現してくる。これがいわゆる健康ランドである。1980年には神奈川県座間市に相模健康センターが開業。また、1985年に開業した愛知県。 小牧市の小牧健康ランドは健康ランドと命名した初の施設であったが2003年にリニューアルして小牧天然温泉スパガーラとなりその際に施設側が評する業態もスーパーセントに変更しているその後スパガーラは2018年4月30日に施設老朽化当初般の事情により閉店した外国人が 入浴習慣の違いで施設側とトラブルを起こすケースがあり、特にロシアからの貨物船が多く発着する北海道の健康ランドを中心に、そのようなトラブルの未然防止を理由として外国人の入場を断る胸の表示が掲示されていることがある。これについては日本の外国人コミュニティの一部が問題視しており、裁判沙汰にもなった。 各都道府県の入浴料金表24時間とは、いえ、連泊防止や、清掃のため朝8から10時頃に一旦、強制退出させられ、数時間後から正午頃に、改めて営業を再開する施設が多い。また、入館時間から24時間経過した時点で一旦、生産しなければならないとする施設もある。その他、深夜、早朝の時間帯に割引を実施している施設もある。 小樽市及び温泉、湯の花に対しての提訴、ありがとうございます。